ホワイトファングゼロよりホワイトファング1、3時方向、距離9000、 NN482 シャフトから F 層中域へ進行せよ。ホワイトファング1了解。中隊前期に次ぐフォーメーションウェッジ1および速度を維持。このまま F レイヤー中域に突入する。了解。ここまで来ればメインシャフトは目と鼻の先、あとは一気に下って。ゲート突入から75分で F 層域、ベータ軍の回避順調ですね。注意、例の最新データは完璧です。ああ、順調すぎて怖いぐらいだ。いつもの心配性ですか。ね、今回ばかりは私もこのまま F 層最深部まで到達できれば良いのですが。むしろここからが本番だ。未だ全工程の半分に過ぎない。はい、背部攻略は戦闘回避が大原則とはいえ、最深部に近づくほどルートの選択肢は狭まりますから。そうだ、だからこそ私たちの責任は重い。後続の命運を追っているに等しい。 F 層域に入ればいよいよ高型兵装の使用許可がおります。触れ込み通りの獲物であれば私たちの心配も杞憂に終わるでしょう。まったく、部下には聞かせられない会話だな。ではこれまでとしておきます。雨みやめ、いらぬ気遣いを。いや、部下に見透かされる私の問題か。コマンドポストよりホワイトファング1、まもなく F 層域に突入、警戒を密にせよ。ホワイトファング1了解。ホワイトファング0より中隊各機、11時方向、距離6000に大規模ベータ軍、警戒せよ。ホワイトファング2、12時方向へ指向索敵1回。ホワイトファング2了解。気持ちは熱くなってもいい、だが心は常に冷たく保てよ。こちらホワイトファング2、音信センサーに感あり。敵個体数測定限界を超えています。接敵回避不能。ホワイトファング1よりコマンドポスト、エンゲージオフェンシブ。コマンドポスト了解。
必要と認めるあらゆる手段を許可する。ホワイトファング1より各機直ちに跳躍中止。ストーンヴァンガード前へ。フォーメーションアローヘッド2。ショットガン3で行くぞ。第一撃着弾と同時に第一小隊は1500まで進出し攻撃、第二第三小隊はそれぞれ距離100を保ち、これを支援。了解。元気、兵器使用自由、攻撃開始。ホワイトファングレベル、ソックファンスワン。第一小隊突撃。第二第三小隊前進しつつ支援砲撃開始。第三小隊、頭を押さえろ。包囲させるな。ホワイトファングゼロより中隊各機、旅団規模超の移動震源探知。12時方向、距離約3000。H12 ホールから H227 ドリフトへ移動中。波形称号、デストロイヤー級です。中隊各機、例のおもちゃを使う。攻撃戦準備。了解。フォーメーションクロスワン、展開しつつ攻撃、射線を確保しろ。ブラストガード各機、球団コンテナ接続急げ。指定救急型電磁投射砲、ステータスチェック。ステータスチェック、異常なし。投射砲構え。投射砲構え。球団コンテナ接続完了。接続確認、異常なし。敵戦闘線を切りました。異常なし。抑えきれません。ホワイトファング3、準備はいい。これ以上差し込まれたら機能回避が間に合わなくなります。ストームヴァンガードの名にかけて何としてでも持たせろ。超電導モーター起動。超電導モーター起動。球団装置始動。球団装置始動。射線に遊軍機なし。トリガーセーフティー解除。トリガーセーフティー解除。敵戦闘距離400。これはデストロイヤー級の装甲核が、まるでモンドサイクのように。敵戦闘集団消滅、手段規模の敵視力無力か。信じられない。緊急型電磁投射砲、恐るべき威力。見とれている場合ではないぞ。第一、第二小隊は戦線を押し上げろ。元気、兵器使用自由。一匹残らず片付けるんだ。
胸部コクピットブロックに致命的損害、戦闘継続不能と判定。仮想戦闘プログラムボールグワンナイン終了。これより感染モードに切り替えます。高村中尉。アメミヤ。肝心な時に作動不良ですか。新型はこれだから。違う、グラップラ級の破片で冷却装置をやられたんだ。作動不良ではない。なるほど。ということは走行強度に難ありといったところですね。いや、あそこまで敵の肉薄を許してしまえば強度以前の。だとすれば戦術機での運用はやはり難がありますね。どう見てもあれは拠点防衛向きですし、戦果と威力だけを見れば上が背部攻略に持ち出したくなる気持ちもわかりますけれど、うん、あとはレポートに書きましょう。走行強度をどうするかはメーカーの領分ですし。そうだな、私のログも共有しておく。はっ。それにしても最後の抜刀、注意の霊式なら間に合っていたでしょうに。言うな。対応できなかったのは私だ。機体のせいにするほど落ちてはいない。ですが、知らぬい1型兵は高性能と引き換えに特性が偏ってしまった機体です。94式であればまだ。1型兵を自在に操る者も多くいる。能力を引き出せないのは私の問題だ。高村中尉。結局部隊は私が欠けた右翼が総崩れになり、前衛と後衛が分断され全滅した。私があと数分でも持ちこたえていれば、おそらく半数は生還できたはず。不覚だ。部下を戒めておきながら救急型の威力に浮かれ、スリーパードリフトを全く警戒しなかった。スリーパードリフトの警戒は初歩の初歩。いかにシミュレーターとはいえ
口をし。仮に警戒していたとしても、中隊規模の突入。しかもあの状況では 100% 発見は不可能です。注意にそれができるなら、帝国は唐の昔に佐渡島を取り返していますよ。アメミア。上官を馬鹿にするな。失礼しました。戦術機が初めて世に出た時も、このような思いを抱いた者は多かったのでしょうね。あのようなものとは根本的に異なるものだ。だが、この因縁めいた不調は何だ？上大将は、いや、帝国国防省は一体何を考えているんだ。
1998年7月、北九州から上陸したベータは、瞬く間に九州地方、中国、四国へと進行。実に数千万人がこの一週間で落命しました。ベータは首都京都に迫り、帝国軍、在日米軍、国連軍は三軍共同の防衛線を構築し、迎え撃つも敗走。7月31日、ついに京都市街が戦場と化してしまいました。三軍必死の抵抗も虚しく、ベータに蹂躙される1200年の都。この日、帝都鎮守の琵琶湖艦隊による全力砲撃により、ベータの第一波はかろうじて退けられました。壊滅した京都駅から救出された、地獄から生還した奇跡の少女兵士、帝国近衛軍の高村由衣中尉に当時のお話を聞きました。当時近衛軍兵士養成学校に通っていた私は、戦時特例法により繰り上げ任官し、同期生とともに82式戦術歩行戦闘機瑞鶴に搭乗、初陣に臨みました。実戦経験のない私たちは嵐山仮設補給基地の師匠を命じられました。最前線に出られない悔しさはありましたが、任務に精励しようと努めました。ですが前線部隊の壊滅により、ベータの進行を食い止めることができず、嵐山は陥落。同期生たちは次々にレーザー級の餌食となり、恩師である帝国陸軍真田構造隊員の命令に従い、生き残った数名で京都駅に向かいました。京都駅は臨時の物資集積基地だったのです。私と戦友が友軍との合流を期待して向かった先、そこはまさに地獄でした。京都駅はすでにベータの巣窟と化しており、野戸泉少尉はソルジャー級ベータの餌食となりました。山城和佐少尉はかろうじて機内で生存していましたが、無数のタンク級に包囲されており、機体ごと捕食されるのは時間の問題でした。バイタルデータによれば四肢を骨折し、自決すらできない状態だったようです。お願い撃って、早く撃ってよ、こいつらに食われる前に。結局私は山城少尉を解釈できなかった。手の震えが止まらず、ただ引き金を引き続けることしかできませんでした。おそらく山城少尉は絶望と苦痛にまみれて絶命したのだと思います。私にもっと育児があったなら、私がもっと強かったなら、なぜ私だけが生き残ってしまったのか、自責の念と絶望に苛まれました。私は1ヶ月の消耗戦の末、京都は陥落しました。ベータは闘神を続け、関東より西は瞬く間に占領され、3500万人を超える人々が犠牲となったのです。犠牲となった方々の中には、高村中尉など足元にも及ばないほど悲惨な経験をされた方も多いでしょう。ベータの暴力に対しなすすべもなく倒れた方々に比べ、少なくとも高村中尉には抗う力を与えられていました。ところが当時の高村中尉には、それをあえなす技量と意志が決定的に欠如していました。そんなことにも気づかず、現実に絶望し、生きる意味すらも失いかけていたのです。そんな私を救ってくれたのは、死と絶望に支配された救護キャンプで産声を上げた新たな命、そして高村の仮面、父や母との絆でした。私が生を放棄することは、生まれたばかりの小さな命を見捨てるに等しい。それは高村家に劣する者が取り得ない選択です。そして理解しました。
末後の名誉を私に託した戦友の思いに応えられなかったことこそ高村の名を汚す行いであると。私は己の不誠実と未熟を恥じ、その事実を全て受け止め、滅びを拒絶し、自らを鍛え直すと心に決めました。勝利の急に際し、自らの手を汚すことを厭わない強靭な覚悟、高村家の次期当主にふさわしいものとなるために。不退転の決意を胸に再び立ち上がった高村中尉ですが、現実は容赦なくその決意を踏みにじります。1999年8月5日、甲22号目標、いわゆる横浜ハイブ制圧と本州奪還を目的とした日米国連大東亜連合4軍による大規模反攻明星作戦が発動されました。太平洋と日本海に展開した大艦隊の交差砲撃に始まったこの作戦は、人類史上最大のパレオロゴス作戦に次ぐ規模の兵力を投入。8月5日未明、連合軍は最大目標である横浜ハイブの攻略を開始しました。反攻作戦の噂を聞いて以降、私は胸にたぎる闘志を抑えるのに必死でした。そして鍛錬の証を亡き戦友と父母に示すその時を、一日千秋の思いで待ち続けたのです。ですが私の部隊は甲22号目標攻略の主力ではなく、新帝都防衛を担う玉川絶対防衛線、つまり後方に配置されたのです。皇帝陛下がおわし、将軍殿下が陣を構える新帝都の守護は近衛の本部ですが、私は内心ひどく落胆しました。武家にあるまじき思いとは知りながら、目と鼻の先で行われている戦闘を指を加えて見ているしかない己の運命を嘆き呪いました。連合軍は数回にわたるベータの大規模増援にかろうじて持ちこたえるも、甲22号攻略は膠着状態に陥ります。そして翌6日8時15分40秒、やめろ。Evacuate immediately from the effective range expected shown on the death link. This is U.S. Space Com. To all units, deploy the round half-season. Evacuate... やめろー！アメリカ軍が事前協議なく持ち込み、独断で投下した2発の新型爆弾は、甲22号目標のモニュメントだけでなく、横浜市街を含む半径数百メートルの範囲を球状に削り去ったのです。許しがたきアメリカの非道。時の合衆国大統領ビルク・リンドンは、日本や国連の抗議に対し戦勝会見で次のように述べています。新型爆弾の投下によって、人類は数十万の将兵、そして数千万の日本国民の生命が失われずに済んだ。経緯は遺憾だが、緊急状況ゆえにやむを得なかったと。新型爆弾、いわゆる G 弾の投下は、今も帝国国民の心に深い傷跡となって刻み込まれています。ですがその炸裂直後から、西日本のベータが一斉に後退を始めたのも事実。それによって日本は本州だけでなく、四国、九州、対馬まで一気に奪回できたのです。そしてその結果、ベータをユーラシアに封じ込めるという世界防衛戦略が完成し、日本を含めた全世界に一時的な安寧がもたらされたのもまた事実です。 G 弾の使用によって利を得たのは誰なのか、日本かアメリカか国連なのか、それとも。ここでとても興味深いある手紙をご紹介したいと思います。最愛の我が娘ユイ、気球の折、甚だ簡素ではあるが、一所したためる。気球存亡の時いたり、再び戦場に立つ機会を得られしこと、この絵に名を連ねたる身として、妨害の喜びなり。
定身報告は部門の誉れ、天地神明に誓い、父は異星起源種どもを撃退し、瑞穂の地に再び安寧を取り戻さんとす。我に不足ありて戻らち時は、御身に高村家の一切を委ねる。その手続きは顧問の山岡先生とよく相談すべし。御身は必ずや生還し、帝国再建の一助として税金せしめんこと、父は心より祈求す。戦時多忙の身にして妻子を幸福に荒らしめる機会少なしことは、我が生涯の心残りなり。御身は父の分まで母に好意を尽くされるべし、これ我切なる願いなり。と、そんな。戦国の世から武具のこしらえに長じ、帝都城三大王も許された名門でありながら、秋分に暇がない高村家。先代は74式近接戦闘衣装と82式戦術歩行戦闘機をはじめ、数多くの国産兵装の設計開発を手掛け、データ進行により莫大な富を得たとの噂もあります。でたらめを言うな！父様は随格が多くの衛士を守れなかったと最後まで。そして現当主である高村唯中尉は、皮肉にもその座をベータの日本侵攻と明星作戦によってやすやすと手に入れ、家業ともいえる兵器開発に勤しんでいます。違う！父様と私は決してそのような。私は前線への配置転換を何度も希望しているのに。 G 弾の使用によって利を得たのは誰なのか。やめろ。ベータの進行で利を得たのは誰なのか。やめろ。日本か、アメリカか、それとも。やめてくれ！またか。何度見ても、慣れないものだな。情けない。執務中にうたた寝してしまうとは。それにしても、そんな私を救ってくれたのは、死と絶望に支配された救護キャンプで産声を上げた新たな命、そして高村の仮面、父や母との絆でした。私が生を放棄することは、生まれたばかりの小さな命を見捨てるに等しい。それは高村家に列するものが取り得ない選択です。そして理解しました。末子の名誉を私に託した戦友の思いに応えられなかったことこそ、高村の名を汚す行いであると。夢とはいえ、よくもあのような綺麗事を並べ立てたものだ。世俗の風聞に釈明をしたいとでも。意をかざすべからず、目してなすのみをもってそう示すなり、私が何をなすべきか、あの日心に刻みつけたのに、私はまだ何もなすことができていない。罰が当たったということか。やはり機体の動作終点に違和感がある。どうも私の予想よりずれてしまっているようなのだが。周囲はこのところずっと例の知らぬいのシミュレーターに乗られていたからでしょう。一型兵は結構デタラメにいじったバランスの悪い機体ですから、その蓄積データが悪さをして感覚のズレを発生させてるんですよ。なるほど、そうか。バランスの偏りに関しちゃ霊式もかなりのもんですが、機動格闘戦って軸でカリッカリに詰められてますからね。あっちこっち欲張った一型兵とは正反対です。
つまり注意は今両極端な機体を交互に乗っているわけで、強化装備のデータがピンポン現象を。あ、取り込み中すまないが、君少し外してくれないか。は、いわや中佐、いつおいでに。おい、作業中止だ、一旦退出しろ。は、暮れに一度会ったきりか。もう2月とは、年を取ると時間が早くて困る。装備選定や予算会議、大層お忙しいと伺っています。どうかお体だけはご自愛ください。ああ、のんきに過ごすのは性に合わんよ。やるべきことは山ほどあるが、それが減った試しはないからな。そうですね。ところで例のおもちゃの件だが。ああ、報告書の内容に何か不備がありましたか。ふん、心配から入るとは相変わらずだな。安心しろ、報告書はよくできていた。は、ありがとうございます。むしろ現場の努力に応えられていないことが申し訳ないくらいだ。量産に向けて動くという指針が決定したのも先日の会議という体たらくさ。一型兵だけでも苦労しているところ申し訳ないが、貴様の中隊には引き続きおもちゃの面倒も見てもらおう。はっ、元よりその所存です。うん。ところで報告書にあった一型兵の回収要望を見たが、貴様はあの機体に並々ならぬ思い入れがあるようだな。はっ、この陸軍近衛合同の一型兵評価プロジェクトにも志願したくらいだ。その思い入れは相当なものだろう。刻々と悪化する佐渡島の状況を鑑みれば、霊式の配備遅延を早急に補う必要があります。つなぎとはいえ、父が手掛けた八人式の代替機です。その最有力候補が一型兵回収型であるなら、それは私の天命かと。なるほど。そこまで生きるなら、こちらも安心して頼めるってもんだ。頼み？人払いをしたのは、ここからの話のためだ。実は、先日の装備調達会議での話だが。以上のように、平原、森林、市街地、廃部などの戦闘条件において、指定救急型電磁投射法は極めて高い全面制圧能力を発揮すると結論付けて問題ないと考えます。また高村中尉の報告書にある不具合に関しても、量産までには全て解消できる見通しであります。以上です。その解決する見通しとやらこそ具体的に聞きたいものだな。具体策につきましては目下検討中です。数値は全てお渡ししてありますので、それをご参照いただければと。冷却装置以上に重大な問題があるだろう。速射機構、あれはどう解決するつもりだ。あ、速射機構の問題とおっしゃいますと。救急型砲の心臓部は横浜絡みのものだと聞く。だとすれば、それ自体がブラックボックスなのではないかね。横浜？ねえ、私が死んだ女ですな。私がいたのかね。なるほど。厄介そうな話だ。で、それが本件にどのような形で関係していると？は、私の調べたところによると、メーカーは第4計画から受託した電磁投射法の設計、製造技術を丸々救急型開発に流用しているようです。設計どころか、心臓部は丸々横浜製という情報もある。となると、やはり例の元素ですか。
それが関わる以上、あのメギツネはまた難癖をつけていろいろな要求をしてくるはずだ。救急型砲はそのリスクに見合うのかね？それは。ご指摘の件ですが、すでに問題は解決済みであります。ご安心ください。そもそも、この技術の流用は先方からのご提案です。難癖をつけられる筋ではありません。こちらに貸しを作っておこうという魂胆ですか。であるなら、横浜に関しての心配は救急型実用化の目処が立ってからすればよいと。仮を作る作らないの選択権はこちらにあるというわけですな。和田積みの後継機にはより強力な火力が求められている。たとえ横浜絡みといえど、欲しくないと言えば嘘になるか。議長、決を。案件102、姿勢救急型電磁投射砲に関しては現状のまま量産を前提に開発を継続とする。スケジュールの詳細に関しては担当官と相談をしてくれたまえ。では次の案件。案件121、94式1型兵の回収要望についてでありますが、残念ながら今回のご要望すべてを実現するのは難しいと言わざるを得ません。ご存知のように前景機である94式は極めて困難な要求仕様を実現するため、量産機としては異例なほど突き詰めた設計がなされた機体です。したがって通常は考慮される将来的発展を確保する構造的冗長性についても極限まで削ぎ落とされています。であるから回収は不可能だ。物理的に不可能ではありません。ですが94式を回収しようとする場合、在来機に比べ根本的かつ大規模な改造を行う必要があります。それを行うには当然多くの時間と労力、そして資金と資源をそのためだけに費やさねばならない。我が国で戦術機開発が可能な富岳と三菱、そして弊社は来たるべき佐渡島奪回、そして大陸反攻に備え94式の後継たる次期主力機開発にその持てる力の全てを注いでいます。ベータの物量をものともしないより強力な新型機の開発と、運用に問題があるわけでもない94式の困難な回収、トレードオフに全く値しないものと考えますが、いかがでしょう。仮に要求を全て満たした回収機が完成したとしても、次期主力機の要求仕様には遠く及ばないということを付け加えさせていただきます。とはいえ、77式の耐用年数も考慮すべきなのに、今何も手を打たずにいるわけにはいかん。いや、しかし77式の代替機は97式というのが今期防衛大綱の。主機の換装が必要になる。94式の回収が難しいのであれば97式とて同じことだ。だとすれば、必要な機体が国内調達できない以上、外国機の導入も検討すべきでしょうな。何を言う。対ベータ主力装備である戦術機は国産であるべきという結論は、それこそ94式開発の。議長。何かね、岩谷中佐。召喚に一つ愚策があります。そんな、外国機導入など問題外です。我が国には独自の戦略に基づいた戦術機運用理論があります。それは先達が積み重ねてきた血と汗の結晶であり、たとえ失礼しました、どのような厳罰も受ける所存です。
あの、岩屋中佐。そう来ると思ったよ。まったく相変わらずだな、ゆいちゃんよ。おやめください、中佐。今は任務中です。よく考えろ。なぜ俺が結論を先に言わなかったと思う？気づいたようだな。はっ、一度ならず二度までも感情に流され、立て続けに失態をさらす低たらく。近衛の誉れと高村の加盟を汚し続ける我が身が口惜しく。やれやれ、その過ぎた自制癖もそろそろ卒業したらどうだい？うん。己を律することと縛ることは全く違う。いちいち大げさに抱え込んでは身が持たんぞ。は、申し訳ありません。お前は死んだ親父さんにそっくりだが、あいつもそういうところは似てほしくないと思っているはずだ。斧が未熟、重ね重ね、恥じるばかりです。まあ、悔やむなとは言わん。だが、せめてそれを面には出すな。部下や周囲がそれを気取れば不安を呼ぶ。指揮官であれ、当主であれ、上に立つ者は大きく構えていなければな。近衛と高村の名に恥じぬよう少年を叩き直し精進します。ご助言ありがとうございました。まだ硬いな。だが根本から変わる必要はない。お前らしさが一切なくなるのは高村家にとっても近衛にとっても損失だ。人間変わろうなんて無理な話さ。別人のように振る舞える自分をありのままの自分に加えればいい。何事も塩梅が寛容というわけだ。塩梅。人であれ何であれ、画一化したものは純粋で鋭く強固であり美しい。だがそれゆえに危うく脆いものさ。そういうものなのでしょうか。何、おいおいわかるさ。ところでどうだ、せっかく人払いをしたんだ。久しぶりに岩屋のおじさまとでも呼んでみるか。岩屋中佐。あれこれ考えず思い切って形から入るのも大事だぞ。うん。ずいぶん話が逸れてしまったが、お前さんをからかうためだけに人払いまでしてあんな話を聞かせたわけじゃない。あ、はい。貴様はさっき外国機の導入はもってのほかと言っていたが、なぜだ。国家安全保障の要を諸外国の影響下に置く危険性は70年代の F4 ショックを見れば一目瞭然です。当時唯一の戦術機生産国であったアメリカの思惑により、F4 の日本割当分が欧州戦線に回されたこと。その事実と屈辱が帝国の国産開発を強力に推進させ、今その能力を得るに至った以上、外国機導入が問題外であるのは自明です。まして、帝国は世界に先駆け、第三世代機を実戦投入しています。我が国の要求仕様を満たす機体は、我が国にしか存在しないと確信しています。ふん。では、メーカー連中の言い分はどうだ？はあ、それもまた現実であることは重々認識しています。それゆえ私は、
知らぬ一型兵を最大効率で回収すべく、この試験プロジェクトに身を投じたのです。一型兵を熟練英士でなくとも扱える機体にすることが叶えば、より多くの英士が戦場に生きながらえ、その背後にあるさらに多くの命を守ると信じています。うん。貴様の考え、信念、すべてわかった。は。これまで聞かせてもらった言葉、すべて二言はないな。は。近衛と高村の名にかけて。高村中尉。は。貴様の戦術機に対する知識と技能、そして国産機にかけるその思いを見込んで特別任務を与える。特別任務でありますか。そうだ。貴様にはアラスカへ飛んでもらう。アラスカ？貴様は来月付で国連軍に転属。アメリカ合衆国アラスカ州国連太平洋方面第3軍ユーコン陸軍基地に赴任し、クラウスハルトウィック大佐旗下のプロミネンス計画に参画。日本帝国の開発主任として XFJ 計画を推進するのだ。 XFJ 計画。ああ、日米共同の一型兵回収計画だ。94式のベースモデルである F15 の機能拡張ノウハウを持つボーニング社が協力してくれる。ユーコンでは現在、先進戦術機技術開発計画、通称プロミネンス計画が進行中だ。ボーニングは独自に F15 の第3世代アップグレード技術検証を行っている。そこに便乗させてもらうというわけだ。外国機導入はせず、国内リソースも使わず、ベータの脅威に備え、機種転換の遅延をカバーするには、これ以外に手はない。ですが中佐、それでは。言っただろう。確一化は脆いと。知らぬい回収の手詰まりは、国粋主義に凝り固まった結果ではないか。このままではいずれ帝国全体が知らぬいと同じ道をたどる。私はそう確信している。は。貴様の気持ちもわかる。一方的な安保条約破棄や明星作戦での独断専行、帝国武人であれば少なからず遺恨があろう。特に貴様はそれによって親を失っている以上仇も同然。アメリカ企業と手を組むことはいかに命令とはいえ心中穏やかではあるまい。XFJ 計画、並びに開発主任の儀、謹んで拝命いたします。うん。よろしく頼むぞ。は、お任せください。正式な命令と詳細は後日になる。準備し始めるのはその後でいい。中佐、質問があります。なんだ？転属後、私の中隊はどうなるのでしょうか？心配するな。さっきも言ったように、引き続きおもちゃの開発を継続してもらう。雨宮中尉が指揮権を引き継ぐことになるだろう。は。
帝国戦術機開発史の重大な転換点を親父さんとお前が担うんだ。センナさんもさぞ喜ぶだろう。何かを今以上に多くのものを得たいならやるべきことを選ぶのはとても大切だわ。でもね、ユイ、今以上に多くのものを背負ったらやらないものを選ぶことがとても大切になるの。1958年、無人火星探査機バイキング1号は火星地表に生息する数種の生命体を発見した。この事実は科学者たちを狂気させると同時に、その雇用者たちにも大いなる希望を与えた。宇宙は死の荒野などではなく、地球生命は決して孤独ではない。彼らは火星生命に対し、神の非創造物という宗教的な慈しみや、同胞的な親近の念を自然に抱き、火星有人探査の夢に熱狂した。その9年後、希望に浮かれていた人々は、突然理解した。人類もまた、等しく生命の摂理に支配される存在に過ぎないのだというシンプルな現実を。1967年、ファーストコンタクトは惨劇となった。資源開発が進む月に突如として現れた火星起源種は、高級月面基地プラトー1に所属する地質調査隊を一人残らず食い殺した。火星起源種の猛攻に対し軽武装のみで対抗せざるを得なかった人類は敗走を重ねた。月の平和利用を訴えた国際条約が火星起源種の電撃的進行を助長し、軌道投入コストが人類の効果的な増援を阻んだ。人類に敵対的な地球外起源種、国連呼称でベータと命名されたその生命体は、火星、月といった環境変化をものともしない強靭な生命力と圧倒的な物量によって、1973年には月をほぼ制圧。
ついに地球への侵攻を開始。ユーラシア大陸中央部、新疆ウイグル自治区へ降下するに至る。直接侵略を受けた中国は総攻撃を開始。優勢に推移する戦況を背景に多国籍軍の派遣を誇示した。その約10日後、強力な生体発信レーザー機関を有する新種の出現によって航空兵器が完全に無力化されると、物量に抗しきれず戦線は総崩れとなり、中ソ連合の核による焦土戦術も圧倒的な物量の前に効果が薄く、中央アジアは瞬く間にベータの手に落ちた。翌74年、ベータは北米侵攻を開始。アメリカ軍は中国の教訓を生かし、航海ユニットの着陸直後に集中的な核攻撃を行うことによってかろうじて侵攻を阻止する。だがその代償は大きく、カナダ国土の 30% が死の荒野と化した。ベータの支配地域では人工物はもちろん、動植物から鉱物に至る自然環境の一切が根こそぎ食い尽くされ、ハイブと呼ばれる彼らの要塞以外は何もない死の平野にならされてしまう。環境破壊、気候の激変、国家の滅亡、大量の難民、食糧危機、ベータの侵攻によって人類は数多の敵と戦う必要に迫られた。危機感に煽られた人類は国連の名のもと、ユーラシアの残存戦力を中心に全世界各国軍の司令系統を統合再編し反撃に出る。アメリカ軍が開発した航空兵力に代わる対ベータ主力兵器、タクティカルサーフェスファイターを量産。漁場となった空軍パイロットを再教育して実戦に投入した。同時に国連は各国で並行していたベータ研究を統合。その一切が人類の理解を超越するデタラメな生命体に呼応すべく、対ベータ国際秘密機構オルタネイティブ計画をスタートさせ、異星起源種の生態解明とコミュニケーション手段の模索を図った。オルタネイティブ計画によるベータ研究の成果、そして画期的な地表面三次元軌道を可能とする戦術機の大量投入により、人類はようやくベータの侵攻停滞を実現。ユーラシアへの封じ込めに成功する。1998年、国連軍総司令部はカムチャツカ、日本、台湾、フィリピンからアフリカ、イギリスに至る防衛線によるユーラシア大陸へのベータ封じ込めを基本戦略として決定。翌99年、防衛線に穿たれた鎖、ベータ占領下にある日本帝国神奈川伊佐の本州島奪還を目的とする明星作戦を発動。2発のアメリカ製新型爆弾の投下によって、ベータ大戦史上初の失地回復を成し遂げ、敵の前進基地であるハイブナンバー22、通称横浜ハイブの占領に成功した。2001年現在、世界人口約10億人、依然人類は滅亡の淵にあり、絶望的な消耗戦を続けていた。